ミッキーの山登りは、ウォルト・ディズニー・プロダクションが制作したアニメーション短編映画作品。ミッキーマウスの短編映画シリーズの一作品である。ミッキーマウスとドナルド・ダックとプルートが山のアルプスを登っていた。プルートはドナルドに縄で引っ張られて、ミッキーに岩に縛り付けられた。その時、ドナルドは西洋薄雪草という花を発見した。 彼は大喜びでたくさん取った。ところが、小ヤギが花を食べてしまったので、ドナルドは怒って追いかけ回す。その頃、ミッキーは、大足の卵を見つけた。ミッキーは盗むように卵を、リュックの中に詰めると、怒った大足が彼を睨みつけている。大足は、ミッキーを羽では、焚きつけるとミッキーは、卵を大足にぶつけると、卵の中から小足が出てきた。 小足は凶暴でミッキーを突き回した。一つの卵がプルートの頭に落ちると中から小凶暴なわしの赤ん坊が出てきた。小足はプルートの鼻に噛みつくとプルートは怒って追いかけ回した。その弾みで岩が外れるとプルートは崖の下の雪に突っ込んだ。その時救助犬のセントバーナードが出てきた。彼は よく元気が出るお酒で、プルートの意識を取り戻す。プルートはご恩に彼に近づくと、セントバーナードは彼を酒臭いと嫌がる。その頃、ドナルドはまだやっていた。小ヤギが穴の中に逃げ込むと、ドナルドはその小ヤギと間違えて恐ろしいオヤギを捕まえてしまう。オオヤギは怒って、ドナルドに頭突きを食らわした。反対に逆切れした。 ドナルドも大ヤギに頭突きをかますと、大ヤギは木にぶつかって伸びた。ドナルドは、ミッキーの悲鳴を聞いた。ミッキーは、縄で、大足の足を縛ると、大足は悲鳴を上げた。ドナルドは、大足に立ち向かった。彼は大足に引っ張たかれると、大足は、飛び立って、ドナルドは、ミッキーの足につかまるも、片方の靴や靴下も脱げ、 落ちそうになったドナルドはミッキーのズボンに捕まると同時にミッキーはパンツ丸見え小足は大足の足の縄をかじるとミッキーとドナルドは救助犬の小屋に落ちた彼らが見たものはプルートとセントバーナードが酔っ払っているこの作品でドナルドは尻尾をプロペラ代わりにして空を飛んでいるまたこの作品からドナルドは 現在の姿に近い造形で描かれている。ありがとうございます。